Hello, this is Hiroshi Hayashi, Satoshi Morimoto, Japan. Da Vinci could fly in the air. Mystery of Mount Moses. ダ・ヴィンチは空を飛ぶことができた。モーゼ山の謎。森本聡さんがですね、いわゆるモーゼ山の決定的な写真を送ってくれました。これが岩窟の聖母子、ダ・ヴィンチの絵ですね。その上の方に奇妙な山が描かれています。実に似つかわしくないと言いますか、どうしてこの絵を描いたんだろうってことになるわけですね。そしてその地下に、聖母子がいるわけです。モーゼ山、これがモーゼ山です。シナイ山、以前はシナイ山とも言われたんですけどもね、シナイ山はどうもシナイ半島にあるわけじゃなくて、アラビア半島にあったということが最近確定しつつあります。で、これがモーゼ山ですね。写真を送ってくださいました。で、その写真とですね、ダ・ヴィンチの岩窟の聖母子に描かれている、山と比較してみます。もう一度戻りますけども、これが岩窟の聖母子ですね。そしてその上の方に、なんて言いますか、奇妙ですね。こういうところにこういう山が描かれているということ自体が奇妙なんですけども、これがダ・ヴィンチのモーゼ山だと、もう確定してもいいかと思います。で、下が森本さんが送ってくださいました写真ですけども、一つ注意していただきたいのはですね、これよく似てる。これなんかもそっくりですね。で、もう一枚、これもよく似てるんですけども、注意していただきたいのは、左右が反転しているということなんです。で、これで反転しますよ。で、これは左右反転というのはもうダ・ヴィンチのお家芸でしてね、もうあちこちで使ってるんですね。で、この切り込み、岩の切り込み、もちろん形は似てますが、真ん中の山が上の方がやや高いかなという感じがしますが、下から見上げればそういうふうに見えるかもしれません。そしてこの岩の間にある、割れ目というか切り込みが似てるということなんですね。そこで、もう一度フィレンツェに戻っています。ルネサンスのいわゆる、本拠地ですね。これがフィレンツェです。で、ここでルネサンスは、起こり、暗黒の時代が始まったわけであります。これはフィレンツェです。で、これがダ・ヴィンチの描いた、地図ですね。で、これ、やっと照合できましたというか、実はダ・ヴィンチはフィレンツェを描いていたんですね。こうして合わせてみますと、一致するわけです。で、どこがポイントかと言いますと、やはり川の、なんて言いますかね、流れですね。それからこの白黒を落としてセピアカラーにしてってやりますと、もう区別がつきませんね。このように山がですね、黒くなり、部屋が白くなるなどということをですね、どうしてダ・ヴィンチが知っていたかということも問題なんですよね。で、これが川の位置をたどってみますと、川の位置も川の形、位置も同じだということがこれで皆さんお分かりになったと思います。左上がダ・ヴィンチ、右下が実際の Google の写真です。で、ここがフィレンツェ。で、白黒にしまして、もちろん現在のね、Google の方は都市化が進み、開発も進んでますから、形、山などは崩れているかもしれません。それはもう当然この500、600年、日本でもね、大きく変わりましたので、しかし基本的な形は同じなんですね。川の位置とか山の形、それから平野の位置ですね。皆さん自身でご確認ください。下が Google です。これは海へ出る川の河口ですね。そしてもう一本川があるんですけども、これも同じところに同じように書かれているということなんです。なぜダ・ヴィンチはこんな地図を書くことができたかということを皆さん自分の常識を使って考えてください。フィレンツェはちょうどここにあるわけですね。そこで私、フィレンツェからですね、フィレンツェのちょっと郊外にある丘の上からですね、周囲を見てみました。これがフィレンツェのやや南側にある丘の上から、これでもう丘の上なんですよ。周囲をぐるっと見ました。これが東側です。そして、今度は南側を見てみます。大体ずっとこういう形になりまして、全体を見渡せるような、場所ではないんですね。なだらかな丘が続いているという感じなんですね。で、これがダ・ヴィンチの描いた地図なんです。で、これと同じような高さに持って、Google Earth をずっと上へ伸ばしていますと、全体がこれ映るところまで持ってきますと、なんと172キロ。飛行機が約10キロの高さを飛んでますからね、その17倍の高さから描いた絵だということになるわけです。そこで結論ですけども、ダ・ヴィンチは空を飛ぶことができたということなんです。ですから、アラビア半島、あるいはもしくはシナイア半島へ行くのはもう簡単なことだったんですね。そこで、この絵を描いたわけですけども、そうすると皆さんの中にはですね、誰かがスケッチしたものを真似したんじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども、原画はこっちなんですよ。こちらがオリジナルで、そしてダ・ヴィンチはそれをいつものように左右を反転させて、それを岩窟の聖母子の中に書き込んだということになりますね。ということで、もうこれで結論が出たようなものです。どうも、森本さんありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイ。Hello, this is Ransuke Taka in Tokyo, Kamiya and Hiroshi Hayashi.Mystery of Kaaba Mecca. Kaaba to Mount Sinai. カーバが示すシナイ山。ランスケさんとからですね、このような、写真を送っていただきました。前回というか少し前に前方後円墳についてね、ビデオを作ったんですけど、それに対して、カーバのね、神殿の様子って言いますか、敷地がですね、前方後円墳に似ているというところから物語が始まったわけです。それに対して、さらに、東京院、タカさん、東京、ごめんなさい。東京のタカさんからですね、さらに、追加的な資料を送っていただきました。これは現在のカーバですよね。そして、その中、これが、なんて言いますか、昔のというか、それ以前のカーバー神殿の様子だと思います。で、検証してみたんですけど、結果は同じですよね。カーバー神殿の形というのは、やはりどこか前方後円墳に似ていると。だからといってイコール同じとは言えませんけどもね、それに続くビデオ、これのビデオはまたこの後につなげていきますが、ここで私はですね、別の角度からと言いますから、新しい発見をしたんです。で、それについてこれから話したいと思うんですけども、それが、シナイ山ですよね。モーゼが、作ったといいますか、シナイ山ですね。要するに、旧約聖書に出てくるシナイ山はどこにあるかということは問題なんですけども、このカーバ神殿をですね、まっすぐと、角をそれぞれは意味があるんだそうですけど、これまっすぐ行きますとね、ここへ来るんですよね。で、これがシナイ山、これはケミヤさんが私に教えてくださったシナイ山の位置なんです。で、モーゼ山っていうのもあるんですよね。その左にあるのがモーゼ山です。そして右にあるのがケミヤさんが私に教えてくださったシナイ山なんですけども、ごく最近こんなビデオが発表されました。どうかご覧ください。Or next.Standing on the crest of a hill, the singular rock stands 50 feet tall and can easily be seen from a great distance. As the people complained once again, asking for water, the Lord heard their cries, and he commanded Moses to strike the rock. Then, water gushed out in abundance. The rock was split down the middle, from top to bottom, by the hand of God. Erosion can be seen around the rock, from millions of gallons of water flowing out into the nearby camp. He opened the rock, and water flowed out.The fissure is so large, one can walk through the split in the rock. The rocks below show clear signs of water erosion. And Moses built an altar and called its name.The Lord is my banner. Here in the encampment is a large square altar assembled with uncut stones and was built after the defeat of the Amalekites. Also in the encampment are the remains of these circular formations of stone used around the base of their tents. This is clear evidence of prior occupation at this site. で、この水が出た岩のあたりが、先ほど言いました、ケイミヤさんが指摘してくださいました、シナイ山の近くなんですね。これは偶然の一致なんでしょうか、それとも、まあ、どういうことなんでしょう。ということで、川橋神殿を調べていましたら、別の謎が解けたということになるわけですよね。で、まあ、この前方後円墳の形と、それから川橋神殿の形が似ているということについてはですね、21分41秒からそのビデオが始まりますので、興味のある方はどうか見てください。それで、シナイ山についての謎のビデオをつなげます。Thank you. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Where is Mount Sinai or Sinai? Leonardo da Vinci knew it. Hiroshi Hayashi, Hanat, June the 7th, 2014. In Japanese, シナイ山はどこにあるのか。まあ、多くの考古学者の先生たちが懸命にそれを探しているわけですけども、まあ、誰もそれが本当にどこにあるか知らないんですね。そんな中、ハーナットさんという方がですね、大変興味深いビデオを教えてくださいました。本当のシナイ山、聖書考古学というところが出している動画です。で、これがその動画なんですけども、まあ、これはなんて言いますか、本当のシナイ山はどこにあるかというテーマでですね、いろいろな学者がですね、ここだ、あそこだっていうふうに論じている、まあ、動画なんです。で、古文書を、なんて言いますか、元にですね、ここだ、あそこだと、まあ、そういう議論が続いているわけですね。で、シナイ半島にあるからシナイ山ということでもないみたいですね。で、まあちこちで発掘をしながら、そしてそのモーゼがですね、住んでいた形跡を探しているわけです。で、特にポイントはモーゼが神に頼んで水を出してもらったところなんですね。で、まあ、それを、まあ、このビデオの最後に、まあ、その方が出てきて、こここそその水、この岩の間ですね、そこから水が湧いてきたというふうにして、まあ、ここがシナイ山だというふうに、まあ、この学者はそのように結論づけているわけです。しかし本当のところ、シナイ山がどこにあるかわからないんですよね。がしかし、まあ、しかしというわけではありませんけれども、最初のところにですね、この動画のところにですね、最初の冒頭の部分に大変気になる写真が出てきました。で、その部分だけちょっとだけ見ていただきますけども、まあ、私はこれを見てぎょっとしましたです。When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain. Moses and his people traveled to a mountain known in the scriptures by two names. 今見ていただいた山なんですね。実はこの山を私はずっと探してたんですね。そして森本さんという方と一緒に1週間ほどでしたからね、毎日のように何百枚という写真をお互いにっていうか、森本さんの方から送ってくださいまして、これじゃないか、これじゃないかって言っていた山がこの山らしいんですね。で、その山っていうのはこの山なんです。この山が世界のどこかにあるはずだということでですね、探したんですね。で、あそこでもない、ここでもない、まあ、ひょっとしたらオーストラリアのね、カタツ渋滞じゃないかということで、以前作ったビデオではそのように言いました。しかし、この今、冒頭に出てきたこの山がですね、上の山とそっくりなのを、まあ、ちょっと左右反転していますと、形がそっくり、同じとは言いません。しかし、そっくりなのを皆さんはお気づきになると思います。まあ、百聞は一見にしかずと言いますか。見ていただければ分かると思いますね。で、この山はどこの山かと言いますと、実は、この山なんですね。この山なんですね。なぜここにシナイ山が書いてあったか、マウントサイナイが書いてあったかということなんですね。まあ、これはそうなんです。この絵を描いた人はシナイ山を知っていたんですね。まあ断言はできません。大変よく似ているというだけで全く同じというわけじゃありません。これは岩窟の聖母子ですね。では今言ったその山はどこにあるかと言いますと、これから順に降りていきます。まあこれ全体がシナイ半島ですけども、このシナイ半島のここにモーゼ山っていうのがあるんですよね。まあここをシナイ山という人もいますが、このモーゼ山が大変よく似た山ということになるわけです。ただ山というのは見る角度によってもう形をどんどん変えていきますから、同じ形山を探すことはできませんでしたけども、1枚この写真を見つけました。モーゼ山、すなわちシナイ山のモーゼ山、この山なんですね。この山が先ほど見ていただいたレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母子の山とそっくりなんですね。まあ、同じとは言いません。そこはまだこれから検証しなくちゃいけないところですけども、まあダ・ヴィンチが描いたとしたらこの山ということになるのでしょうか。まさにと言いますか、あとは皆さん自身で比べてみてください。すなわちレオナルド・ダ・ヴィンチは500年も前にすでにシナイ山がどこにあるかを知っていて、それを岩窟の聖母子の中に描き込んだということになります。どうもハーナットさんありがとうございました。大変なヒントになりました。またよろしくお願いいたします。バイ。Hello, this is K. Miya and Hiroshi Hayashi. Where is Sinai? Nazca and Line Theory. シナイはどこか。ナスカとライン理論。K宮さんからですね、次のようなメールをいただきました。まあ、シナイ半島についてはですね、いろいろな説があるということです。どこかはっきりとわからないというわけですね。がしかし、K宮さんはここだと思うと座標を教えてくださいました。そしてまたナスカにもその直線があるというふうにですね、そこで、シナイ山ですね、ケミヤさんによるシナイ山はどこかということを皆さんに知っていただきますが、いわゆる昨日作ったビデオとは少し離れています。ここだというわけですね。これはケミヤさんがいろんな本を読んで、ビデオを見られて、そして、まあ、ここだと特定なさったわけです。で、写真がないんですね。で、まあGoogle Earth の方で地上ビューで見ました。これがナスカです。そこで、シナイからですね、ケイミヤさんがおっしゃったシナイからナスカに向かって線を引いてみます。で、その直線が、まあ、この大西洋を横切ってですね、そしてナスカへやってくるわけです。で、あるんですね。この辺りは非常に左の、まあ、北東部にあるんですけども、非常に重要なラインが詰まっているところです。ここがライン、今、ケイミヤさんがおっしゃったラインですね。そして、もう一度やっています。よくご覧くださいね。ほんのわずかずれてるかなっていう印象を持ちましたですけども、何しろね、2000年の年月、2500年、もっとですか、3500年ですね、の年月は流れてますから、はい。で、じゃあ、ケミヤさんの説を検証してみます。まず、シナイ半島ですね、からカーバ、後に、まあ、カーバ神殿が建てられる位置が決まってたと思いますね。149.54 で150度なんです。まあ、これはちょっと考えなくちゃならない角度ですね。それから、シナイ半島とエルサレムですね。黄金のドームのある、教会とつないでいますと360度という数字が出てくるんですね。まあかなり計算されているということなんです。でも大きさをちょっと比較してみますとね、ギザとシナイというのはちょうど東京から京都ぐらいの距離だというふうに思っていただければいいんですよね。まあ京都より近いかなという感じです。で、今度はギザとですね、イーストポール、すなわちプレビヒア・イーストポールラインをつないでいます。この赤い線なんですよね。そして、今度はシナイとエルサレムとつないでいます。魔界線がギザとプレハビヒア、それからその先でイーストポール、それからブルーのラインが今言ったシナイ半島とエルサレムです。で、この間の角度がですね、88.3 なら、まあ、ほぼ88度、9度、直角に近いということですね。で、距離を測ってみますと、まあ、エラーが8キロぐらいあるんですかね。8キロ弱ありますけども、まあ、そんなもんで、ほとんど同じだということですね。ということで、ケイミヤさんからいただきました情報を吟味してみました。Thank you very much, Mr. ケイミヤさん。See you again next time. Bye. Hello. This is Hiroshi Hayashi, Taka, Tokyo, Japan. The mountain where Moses live. Mount Sinai. 皆さん、こんにちは。タカさんからこのようなメールをいただきました。で、813号を見てくださったそうです。ありがとうございました。ということになりますと、八ヶ岳とね、まあ、つながるというわけですね。確かにそういう事実が出てきました。まあ、このようなタカさんご指摘の事実もあるわけですね。で、大切なことはですね、こうした事実をすぐですね、宗教と結びつけ、その先でカルトに結びつけることは正しくないということですね。事実は事実。宗教は宗教として分けるべきですね。そしてタカさんが、まあ、大好きな曲だそうです。栄光への脱出。というのは、まあ、タカさん大好きみたいですね。時々ぜひ聴いたらいいというふうに勧めてくださいます。実は私も大好きでした。This land is mine. God gave this land to me. 今でも空で歌います。学生時代によく歌いました。So take my hand.And walk this land with me. いい曲ですね。タカさん、どうもありがとうございました。今日は旧約聖書をですね、なんて言いますか、宗教のための聖書としてではなくて、その中にどんな事実が含まれているか、それを知るために皆さんと一緒に読んでみたいと思います。よろしく。This is Hiroshi Hayashi, Hayashi Tetsuya, Makote, Kemiya, Ransuke, Japan. Mystery of Tomb Mounds in Japan. なぜ前方後円墳なのか。事実の積み重ねてますか、発見はですね、考古学ではありません。事実をどう織り上げ、その中からどうロジカルな理論を引き出していくかが考古学です。一つの例として今日は前方後円墳について考えてみたいと思います。少し前、林哲也さんがですね、前方後円墳はアフランマスターが持っている真剣の象徴である丸い輪と似ているということを話してくださいました。また、誠さんはですね、同じような、真剣を表す、紋章がですね、世界中で見つかっていると。これは銚子塚古墳です。甲府です。縄文銀座と言われた甲府の中心地にあります。これがアフラマズダーが持っている真剣の象徴ですね。今、アフラマズダーがその真剣の象徴をどこかの王に渡そうとしているところですね。丸い輪に羽のようなものがついています。これはシンボライズされたゾラスタ教のマークですけども、やはり丸い輪に羽がついています。そして上空から銚子塚古墳を見ますと、丸い輪に下に四角がついています。ですから日本ではこれを前方後円墳と呼んでいます。日本だけで見つかっているんですね。これらの類似性をどう考えたらいいかですけども、懐疑的な人たちはただ単なる偶然と言って片付けます。本当にそうでしょうか。では、まずそのことを説明する前に、皆さんにいくつかの事実をお見せします。これはアフラマザーですね。で、今、真剣を渡しています。丸い輪に右下に紐がついていることに注意してください。これもそうです。丸い輪に右下に紐がついていますね。これははっきりしています。一番右にいるのがアフラマザーですね。左がミトラです。そして丸い輪をつけた紐を今渡していますね。このように、真剣の象徴になっているわけです。これが日本にもあるわけですね。しめ縄です。これはランスケさんという方が指摘してくださいました。しめ縄はまさしく丸い輪に紐がついていると。アフラマズダーが渡している真剣の象徴、神の権利ですね、にそっくりであると。その通りなんですね。で、こうして並べてみますと、これは日本のしめ飾りですね。似ているというよりも同じですよね。コンセプトは。ここが重要なんです。これが事実なんですよね。で、こうした事実が分かってきたら、それを積み重ねていくわけです。が、それだけでは考古学ではありませんね。これはマヤ・アステカ。マヤ・アステカにも同じものがあります。ここに丸い輪がついて、紐がついている。丸い輪がついて、紐がついている。丸い輪がついて、紐がついている。ということを、丸い輪ですね。で、どうしてマヤ・アステカでも同じような丸い輪に紐をつけたものを真剣の象徴として使っているかですよね。このように丸い輪に、紐がついている。これを偶然の一致というのか、そうでないのかが、懐疑派の人は偶然だという言葉をよく使いますね。で、もう一度並べ直してみますと、こういうふうに丸い輪に、紐がついていると。これが事実なんですよね。こうした事実。これをどう組み立てていくかですよね。基本的なコンセプトは同じなんです。丸い輪にこうした羽用のものがついているわけです。で、これはエジプトのアンクもそうなんですよね。で、アンク十字って言うんですけども、ここに丸い輪がついて、下に棒がついていると。丸い輪について、棒がついていると。形がやや違うじゃないかというふうにおっしゃる方もいらっしゃると思いますけど、ちょっとお待ちくださいね。ここにアンク十字があります。ここにアンク十字があります。やっぱり、なんて言いますか、王の象徴。真剣ですね。神の権利の象徴なんです。丸い輪に、そして下にこうついてるわけですね。で、コンセプトは同じなんですよね。で、これをもう一度並べ直してみますと、エジプトのその文様の中心に実は羽のついた鳥がいるわけですね。鳥人間と言いますかね。その下にアンク十字があるということなんです。これも偶然の一致なのかということになるんですけどもね。とにかく偶然ということを否定派の人はおっしゃいますね。で、これはゾラスターですけども鳥なんです。基本的には鳥の形なんですね。これもアステカ、マヤアステカでも、輪を持っているの分かりますか？真ん中に。やっぱり鳥なんですね。これも偶然の一致なんでしょうか。そしてエジプトもアンク十字を象徴する、も中心に鳥の文様が飾ってあります。もちろん日本にも鳥の、鳥人間と言いますかね、いるわけですね。これはカルラ像で、それは世界、アジア、東南アジア一般にこれが、カルラ像が広がっています。ガルーダと言います。じゃあ日本はどうかということですけども、実はこれがですね、ギザ高原で最近見つかりました。スーパーエイリアンということで前回紹介させていただきましたが、これがですね、井戸尻で、考古館に飾ってあるスーパーエイリアンの顔ですね。ハート型の顔をしていますね。どなたかこれET の映画に出てくる ET にそっくりだっていうふうに書いてくださいましたけども、大きな目。それから作り方のコンセプトもよく似てますね。二重目になっていて。で、私は右の方はですね、ごめんなさい。右の方はマスクじゃないかと思います。左の方はマスクをかぶってないスーパーエイリアンだと思います。この細い首、大きな目が特徴ですね。このほど細い首でしたら、この地上へは降りてこられないはずですよね。重力に耐えられません。それから大きな目ということは、暗い闇の世界というかね、宇宙のような暗いところに住んでいる知的生物ということになります。もう一体、こういった似たようなものが見つかって、やはりその近くで見つかってますけども、やや作りが荒いかなという感じがいたします。そして、こう並べてみますと、それぞれの、作り方のコンセプトが同じということになるわけですね。もうこれも偶然ということになるのでしょうか。しかし、これらの事実を積み重ねていくとですね、例えばこれはシュメールの、残っている人形なんですけども、クレイフィギュアなんですけども、ちょっとどこかおかしいんですよね。目が大きくて、それも不自然なほどに大きいわけです。並べてみると、なんて言いますか、どういうその位置にあるか、位置関係になるかということがわかるわけですね。私はこれは、下の2つはですね、上のスーパーエイリアンの被っている、人間にね、似せた、いわゆる宇宙服だというふうに判断しています。この人もですね、よく見ると、顔が全体にハート型になっているのわかりますね。ということは、これはなんて言いますか、スーパーエイリアンは地上に降りてくることは滅多になかったんじゃないかと思うんです。ですから、人間の顔をした、いわゆる宇宙服を着て、地上にいたんじゃないのかなという、これは私の推測です。で、こういうふうに並べてみますと、真ん中が、スーパーエイリアンのマスクをかけてないということになるわけですね。で、この、エイリアン像はですね、もちろんグレーともタイプは違うんですよね。目がつり上がってませんし。ということになるわけですね。先ほど言いましたように、これほど細い首ですと、地上では、首を支えることはできませんね。重力が、大きすぎますから。ね。ですから、これは誰かって言われれば、いわゆる地上に降りてこないエイリアンということになるわけです。いわゆる宇宙にいるエイリアンということになるわけですね。じゃあ、この男は誰かですけども、順に追っかけていくとわかるんですよね。そこで日本のエイリアン、すなわち、これが井戸尻の考古館に飾ってある土器ということになっています。全く意味が分かってないんじゃないかと思います。これは甲府の県立考古博物館にありますから、線から下は復元図だそうですから、全然当てになりませんから気をつけてくださいね。こんな細い足のはずがありませんので、ただ他の部分を見てください。ポコンポコンと出てるこの部分同じですね。そして丸い輪がある。要するに同じだって、コンセプトが同じだってことわかりますね。実は一番右にいるのがアフラマズダーで、一番左にいるのがミトラなんですね。で、アフラマズダーが今、真剣の輪のついた、輪がついたというか、飾りのついた、短冊のついた輪を渡してますね。そして皆同じように神を象徴するのを頭の後ろにつけていることに注目してください。この丸い輪が真剣を表す輪なんですね。先ほど紹介してきました。で、これも同じ絵が残ってるんですね。アフラマズダーがダリウス王に真剣を渡す、真剣を象徴する輪、いわゆる短冊付きの輪を渡しているわけです。で、ダリウス王がそれを受け取ってるわけですよね。この丸い輪と紐。で、これがですね、アフラマズダー、いわゆるゾロアスター教のシンボル的になっているわけですけども、丸い輪を持ってますね。丸い輪が神の象徴であるというわけです。そして同じように大きな丸い輪があって、そしてその下には鳥の羽がついているわけです。まあ、鳥の羽のようなものと言った方がいいのよろしいんでしょうか。さあ、もう一度こちらを見てくださいね。ここが重要ですから。そしてこの2つを比べてみてください。そして、アフラマズダですね。こうして丸いのがポコンポコンとついていること。これということから、左の2つのポコンポコンはですね、髪の毛というふうに判断しました。そして丸い輪がついてますね。そして、みんなその真剣を表す象徴的なものを頭の後ろにつけてましたね。ですから、アフラマズダも私は後ろにつけていると思います。この丸い輪、そしてこの丸い輪に羽のようなものがついたものが輪、これが王を表す神剣ということになるわけです。神剣を表す、なんて言いますかね、象徴的なアイテムということになるわけですね。そしてみんな丸い輪を持っていると。そしてこれがアフラマズダですね。で、アフラマズダ。もう一度ここ見てくださいね。要するにというか、この丸い輪に三角用のものがついている、四角じゃなくて三角ですね。で、これは甲府ジャパンです。長野ジャパンです。まあ、先ほど言いましたね、左の腰から下は、これは復元図だそうですから、当てになりません。ですから、頭の後ろにこういった短冊用のものを私はつけていたというふうに判断しています。まあ、布か何か分かりませんけどね。このアフラマズダ頭の後ろにつけているの分かりますか？ということは、この付け根のところに丸い輪があるということになるんですね。そして、これが、右が井戸尻考古館で見つかった土器ですね。で、ただ頭の部分がないわけですよね。こうしますと。で、まあ、他にも井戸尻にはこうした同じような、というか土器がありますが、この土器なんかもよく見ていただくと分かりますが、ここにポコンポコンとしたものついてますね。これも比較してみると分かりますけども、これはまさしくアフラマズダの髪の毛を象徴したものだということが分かります。そして、それだけではありませんよ。他の考古館ではこの線をですね、雨というふうに説明してますが、雨なんかじゃないんですよ。この形、線をもう比較してみて分かっていただけると思いますけども、こうした、なんて言いますか、はっきり言えばエイリアンの衣服を模して書いてあるわけです。こういうのを雨というんだそうですね。で、この同じところに、この逆さまに、土器が飾ってあります。これを井戸尻では、何だったかな、コール滝というふうに説明していますが、コール滝を作るためにわざわざこんなものは作りませんよ。皆さん常識で考えてくださいよ。ね、コール滝。香炉を焚くためだけのためにこんなものは作りません。まあ、要するにこれを逆さまにしてくっつけてみますと、ぴったりとこう重なるんですね。そして、これはまさしくスーパーエイリアンを表しているということになるわけです。なあち、幸福、井戸尻にはスーパーエイリアンがやってきたということになってくるんです。そうして、こうして事実を積み重ねて、事実を折っていきます。ウィーブしていきます。なお、これは中が空洞ですから、宇宙服と考えられます。また、スーパーエイリアンの帽子を真似して、アフラマズダが同じような帽子をかぶったというふうにも考えられるわけですね。そして、スーパーエイリアンです。で、私の、まあ、ここまでの理論ですけども、スーパーエイリアンがいた。これは、宇宙にいると思います。ということは地上に降りてこない。でも、アフラマズダは地上に降りてきてますね、明らかに。馬に乗ってますからね。そしてその下からゾラスター教が生まれ、ザラスストラが、まあ、教祖となったわけであります。そして、同じ、スーパーエイリアンは興奮もやってきたし、シュメールの文化も、いわゆるメソポタミア文明の基礎を築いたというふうに考えられます。そして、その下からミトランが生まれ、そして、ゼウス、モーゼ。まあ、同じ、ミケランジョロは同じ人物だというふうに解釈してたみたいですね。そして、ミトラ教からギリシャ神話が生まれ、そして、モーゼからは、ちょっとこれ流れが途切れますけども、キリストが、まあ、キリストが生まれるわけです。そしてその両側にレプタリアン。このレプタリアンは同じですよね。顔を比較してみてください。ということで、まあ、こういった勢力図があったわけですね。そして、まあ、レプタリアン側の方が、いわゆるその、まあ、押される形で、一線から退くわけですね。それで、まあ、仲良くなったというわけではありませんよ。まあ、その話はまた別のところにいたします。こうして、もう一度繰り返しますと、このアフラマズダーが達しているこの真剣の象徴が、すなわち、まあ、ゾラスター教の諮問書になり、それを空から見る、その形を空から見ることができた人がですね、日本の古墳の形を決めたということになるんです。そして、まあ、繰り返しになりますけども、その真剣を表す象徴は世界中で見つかっているということなんですね。まず、目的が全部同じですからね。王の象徴ですからね。神、王の象徴がこれだった。その象徴点には、当然スーパーエイリアンがいたということになります。そしてその一派が、日本ランドの甲府にやってきたと。その証拠が甲府の井戸尻に残っているということになります。さあ、最後にもう一度この古墳を見てください。これは後の人が勝手にお墓として利用しただけなんですね。骨があったから、これは墓であるというのはあまりにも単純な発想ですね。後の人が墓に利用しただけなんです。そしてよくよく比べてみますと、まあこういう形をしている、作り出しもある、くびれもあるというわけですけども、何のことはないゾラスタ教の紋章にだってね、作り出しはあるんですよね。まあ片方だけですけども、こういうふうにある。ですから、一致していくわけであります。まあもう一度繰り返しますと、まあこのようにして、日本の古墳の形は決まった林哲也さんがおっしゃってますように、まあ、実は私も気がついていたんですけどもね、ごめんなさいね、林さん。ということで、前方後円墳の原型はですね、実はゾロアスター教の、真剣を表す、シンボルマークのに、からできたということです。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!